ステージ決めてくれっていうようなメッセージをしっかり受け取ってのシュートですよね。そうですね。今日2点目のゴールです。いや、このチームのポテンシャルですよね。もちろん流れもありますけども、こう見てるとシュートゲット。最後はキーパーとの勝負シーン、北澤さん、見事な駆け引きで勝利しましたね。そうですね、難しいプレーよりもこういった1対1のシーンを確実に決めることができるプレーヤーこそワールドクラスだと僕は思うんですよね。決めて当たり前の状況こそ相手キーパーがなぜか大きく見えるんですよね。まさにプレッシャーに負けない強靭なメンタルで押し込んだ1点ですよね。